方かな。125 H113 H まで見れるから結構番手選びやすいかも。結構いい感じに打てたぞ。おお、ちょっと短かったけど。9番アプローチ。もう走って、エピックバカ当たり。よいしょ。こういうガスってる時にはこれが超便利ですね。207ヤードまだあります。結構ドライバー当たったのにな。あ、ちょっと帰ってないね。引き上がっちゃった。183ヤード。左がやばい。左がやばいよ。あ、やばいって言った方向に行っちゃった。左はやばい。行ってみよう。やばいっていう方向に行ってしまうのである。かなりドッグレッグだね。山の裾を狙って残り292ヤードです。まだまだあります。5番ウッドを選択します。118、大きかったけど乗りました。9番、 OK。 すごい。皆さんこんにちは、さやさこころです。実は今回のラウンドをしている太平洋クラブ成田コース、
ここで私は太平洋クラブの女子の選手権に出場することが決定しています。このね、公開されてるね、9月3日ですね、多分今日9月3日、私は戦っております。はい、前回のミッドに続き、まあ、2週連続ですね、2週連続じゃないか、1週間のうち2回、どっちでもいい感じがするんですけど、2試合に出場します。でこれはですね、太平洋のクラブの中の女子のナンバーワンを決めるっていう大会でして、まずは予選が相模と成田であります。多分ね、関東がその2つだと思うんですよね。で関西もあるはずです、予選は。で本当に太平洋全部の中の女子のナンバーワンを決める試合となっています。これまた私がね、会員権を買った一つなんですが、この女子の試合があるっていうのはすごく刺激になるので、楽しんで、さらにね、こうメンタルとか技術的にもそうなんですが、パワーアップできるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。